ということで10キロ走っていきました。簡単に僕のアディゼロ匠戦10のレビューを撮っていきたいと思います。まあ、今日初めて僕は足を通してもうアップもせずいきなり10キロドカーンって走ったので、まあ、他の練習しないんでね、細かいレビューちょっと取りにくいんですけど、まあ、10キロ今日僕が34分ちょっとぐらいでしたので、まあ、1キロと3分25から3分30秒ぐらいでこう走っていったんですけども、感触としては一応プロ3と匠戦シリーズの住み分けとしては、まあ、ハーフ以上はプロ3が良くて20キロより短い距離、まあ、5キロ10キロハーフぐらいだと匠戦シリーズの方がいいよという打ち出しなんですが、本当その通りな感じがします。で、僕匠9も入ってるんですけども、9との感触の違いで言うと10の方が最初ついた時の感触の柔らかさがちょっとプロ3に寄ったかなという感じがします。匠戦9はもう設置した瞬間から多少の硬さがあって地面をもうバーンと弾いてくれるので柔らかさのグニュっていう感じがほとんどなかったんですよね。なんでもう地面についた瞬間もうバーンと跳ねて硬さでこう跳ねていく。だからこそ、まあ、足が回るので、まあ、インターバルトレーニングとか5キロ10キロのロードレースとか、まあ、トラックも匠戦9は結構使えたんですけども、匠戦10になるともうちょっとスーパーシューズのプロ3の設置の柔らかさを加えたっていうところが出るので、もう少し9よりも使い勝手がさらに良くなったっていう感じがします。感触としては本当フルマラソンでも使えるぐらいいけるし、ただ今回最後僕1キロ3分20ぐらいまでグンってペース上げたんですけども、その時も足がこうしっかり回ってくれるっていう感じがします。あとね、今回コースが結構くねくねして回ったところがあるんですけども、カーブとかの扱いやすさめちゃくちゃいいですね。やっぱプロ3ってもう分厚いので結構沈み込んでその推進力でガーンって進む感じがあるので、どうしてもカーブとか U ターンとか走りづらい部分があったんですけども、匠戦シリーズに関してはしっかり薄底でね、あの足回りも効くので、まあ、カーブの多いコースとか、まあ、グリップが必要なコースとかはね、まあ、結構いいんじゃないかなというふうに思います。僕はやっぱハーフぐらいまでだったらこっち使うかなと、まあ、それ以上だったらプロ3っていう本当ありだと打ち出しそうですね、まあ、感触が得られました。この後もね、匠戦10ね、いろんなシーンでちょっと履いてみて、もうちょっとロングランとか、まあ、短いインターバル系とかやってね、またいろいろね試していきたいと思います。